キャストオフ。キャストオフ。バフン。チェンジビート。おばあちゃんが言っていた。いつかこのビッグクナイガンを使う時が来るだろうと。ワン、ツー、スリー。ライダーキック。クシュン。ライダーキック。はぁ。うわぁ。こんにちは。変形合体改め、アソブンジャーです。今日は、ハイプロポーションコレクション、仮面ライダー02。で遊びます。こちらはガシャポンの中でもハイクオリティなグレードの高いやつになってますね。ガンプラの HG みたいなやつだと思います。1回500円で全部で3種類です。細かいパーツが多くてなくしやすいためか対象年齢も15歳以上ですね。ちなみにいつもは3歳以上です。自分はおっさんなので余裕でクリアします。ラインナップとしては1番がガシャコンブレーカーで、2番がザンバットソードですね。そして3番がカブトクレナイガンです。ただしこのガシャポンですが円柱状になっていて、中を開けるとこういう風に黒の入っていて、ちょっとこれ中開けてみないと何が入ってるかわからない上、ちょっと1回開けると元に戻すのがかなりちょっと難しいです。なんとか、なんか中が壊れそうなので、ちょっと元に戻しづらいですね。まずは1番のガシャコンブレーカーです。変わった感じだと、これがガシャコンブレーカーだと思います。ちょっとハンマーっぽいものが入ってます。開けました。まず本体です。正面がこうで、裏はこんな感じです。今回は付属しているガシャットを刺すことができます。ちなみにガシャットですが、こちらが第1弾で、こちらが第4弾で、これが今回の500円のやつです。造形とかだいたい一緒ですが、ガシャットのボタンが塗装されているのと、基板のところがちょっと違いますね。ちなみに今回のガシャットは横のシールがなくなってしまったんですが、逆に裏の肉抜きはなくなってちゃんとしてます。裏を並べるとこんな感じです。ちなみに第1弾のガシャットを入れようとすると、ちょっと入れにくいです。なんか無理に入れるとなんかバキッとなんか割れそうです。もしくはこの塗装が剥がれたりしそうですね。なんかなぜサイズが違うんでしょうか。せっかくガシャットが刺せるようになったのに、これは残念ですね。まあ一応入りますけど、ちょっと違うみたいですね。なんか、逆に今回のガシャットは、まあ、ちゃんと入れれば落ちないですね。本体をこっちの第1弾と並べるとこんな感じです。まあ、この黒の塗装箇所が増えてますね。こことか、あとここのピンクですね。で、反対側はこれも塗装箇所が増えてますね。サイズは大体同じです。そして第1弾の方だと刃がちゃんと展開できたんですが、今回の方はこれはダミーパーツで、取り外してから刃ですね、これを取り付けます。お、買った。おお、差し替えなのでブレードの部分はかなり長いです。かっこいいですね。これは相当レベルアップしてますね。ちなみに差し替えのガシャコンブレーカーといえば食玩の方ですね。これと比べると、まあ、本体部分は食玩の方が大きいですが、ブレードの部分ですね、これは今回の500円のガシャポンの方が長いです。スタイルもいいですね。あとはスタンドですね。この支えのやつ、そしてもう一個が、
これ多分、まあ、こっちが手前ですね、うん、おそらく斜めになっているので、こうやってこんな感じですね。これが正しい位置ですね。かっこいいです。次の2番はザンバットソードです。触った感じからすると多分これです。開けました。組み立て方が入っているので間違えないようにした方が良さそうですね。まずこの剣の持つところですね。このブレードの部分が、これがこの突起がある方ですね。これが上で、ここのくぼみに入るみたいですね。これ買った。おー大丈夫かな。やばこれ。なんとかつきました。そしたら剣先ですね。これは特に裏とか表はないみたいです。これも、おおーこれは大丈夫。ふう、そしたらこれですね。あ入んない。あーこれはちょっと一回取って、あれ取れなくもうなんとか取れました。そしてこれを入れてからですね。でこれをした方がいいですね。ちょっとこの説明書に騙されましたね。これこれつけて、これをつけて、その後にこれをつけれると思ったんですが、ここ通んないですね。これ通んないから先にこれつけないとダメですね。そしてまあさっきと同じでザンバットバットがスライドできて、ここでロックできます。あとはこのウェイクアップホイッスルですね。こちらをここに取り付けられます。落ちたりはしないです。ちなみにあのデラックスであったこの王冠の部分ですね、これで目の色がついたりするやつはないですね。あとはここが光ったり音が出たりとかもないです。まあでもあの造形がかっこいいですね。であのこの辺があのなんかキラキラして光ってます。ちなみに総動にもさせようとするとちょっとでかすぎですね。まあ手にも入りませんし、さすがにでかすぎますね。100分の1のガンプラだと割とサイズはいいですけど、ちょっと持たせられないです。持ってる風だとこんな感じですね。かっこいいです。ここの膝のアーマーに引っ掛ければちょっと持ってる風にできます。あとは台座です。今度はこちらに長い方ですね。ガシャコンブレーカーの時とは逆です。このようにして乗せます。おーちょっとあれ引っかかりませんけど、こうですね。最後はカブトクナイガンです。これですね。出しました。まずここですね。クナイモードの先っぽがこれでガードされているので開けて出します。塗装が綺麗ですね。まずこれにカブトムシの角の先っぽの部分ですね、つけます。これが角になってますね。これがクナイモードです。そしてこれですね、これをつけるとガンモードですよね。ここにゼクトのマークがついていてかっこいいです。あとはスタンドです。この長いパーツと短いやつですね。これは割としっかり置けます。バルバトスに持たせても割とかっこいいです。バルバトスはこういう武器が似合いますよね。3つ並べるとこんな感じです。これ1個500円ですけど、まあそうですね、個人的にはクオリティが一番高いのはカブトクナイガンでしょうかね。ザンバットソードも塗装とか綺麗で、この刀身も綺麗です。ただしその2つに比べるとガシャコンブレーカーはおそらく成型色が白だからだと思うんですが、ちょっと安っぽく見えますね。まあ、塗装は綺麗なんですけど、そこがちょっと残念ですね。
まあちょっとこれ値段をつけるとしたら、まあこれは確かに500円でいいと思うんですけど、まあ、これは400円で、これ450円とか、そのぐらいかなと思います。まあでも結構出来がいいので、手に入ったら第1弾もレビューしようと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊ぶ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。